吉田さん、映像の力ってすごいですね。あの、昔車のアニメがあったんですけども、 DVD で出てたんで、あの、今回ね、全部買ったんですよ。面白い、やっぱり時代を超えても。当時中学生の時に見ていたアニメが今見てみると、当時はね、今車のアニメだった、よろしくメカドックね、車のことよく分かんなかったんですけども面白かった。今車に乗って一通りやってみるとやっぱ面白いですね。で、このアニメ、今のミニバンとかね、それからクーペとかセダン、例えばレクサスが出てきた時代に、アルファードが出てきた時代によろしくメーカードックやったらどんな物語になったのかなとかね、思っちゃいますね。それからね、あの、何でもかんでも新しい車が脚光を浴びてたと思いますけども、今ね、バブル期前の車ってもう旧車扱いなんですよね。40年50年前の車っていうのは、だからチェイサーとかね、クレスタとかマーク2とかって今手に入りにくくって、アルトワークスも今ね、希少車みたいで、この前行きつけのガソリンスタンドでアルトワークス白をこうね、結構細かくメンテナンスしてる人がいて、うわ、むちゃくちゃすごいっすねみたいなこと言ったら、アルトワークスなんてのはもう本当に今ね、見向きもされないような車だけども、でも当時二足三門だと思われたあのアルトワークスが今はね、希少車になってるということで、非常に手に入りにくくて大切に乗ってるみたいですね。いろいろと古ければいいとかね、新しきりゃいいってもんじゃなくって、まあ自分の大切なものは何なのかなっていうことなんですかね。まあちょっと難しい表現になりますけども、自分だけの喜びってのはあると思うんですよ、マニアックなね。例えば吉谷さんとか私の動画見てる人ってかなりマニアックだと思うんですよ。だってその多数派がいいと思ってるものよりも、多分こうやってね、少数で楽しむっていうことを見つけられた人だと思うんですよね。だからたびたび私このエピソードを思い出すんですけども、ある人がね、 YouTube にログインすると数万再生、数十万再生の中になんか40再生とかね、103再生とかっていうのがある。それが吉谷さんとか私の動画だそうなんですよ。逆に目立つみたいなね。なんかそういうね、素朴な目立ち方っていうんですか、なんかいいっすね。なんかお花屋の一角に造花があるみたいな感じかもしれませんし、こう一点みたいな感じかもしれませんしね。だからなんか再生数が多い動画ばっかりが YouTube が取り上げれるもんだから、再生数が少ない動画が逆に目立つみたいなね、目立つ。それはね、だから唯一ってことなのかもしれないですね。唯が独尊と言いますか、この唯一ってのが大事なんじゃないですかね。どんな人にも自分だけにしかってものはできるわけですよ。みんなと同じようにすることは結構どっちかっていうと難しくって、その難しいみんなと同じを目指して空気読んでみたいなことやりますけども、じゃなくて独特であるってこと、唯一独特であることの方がいいんだろうなと思いますよね。で、営業の話とかセールスの話をちょっとしましたけども、自分しかないものをアピールするのが営業なのかなと思うんですよ。あの、みんなができること俺もできますみたいなね、みんなと同じような特徴を持ってますって言ってからね、俺の代わりなんていくらでもいますとか言って女の子口説きに行く人いないと思うんですよ。俺にしかできないよと、俺だけだよみたいなね、そんなところを嫌味なくこう匂わしていくのが、まあ営業なのかな、アプローチなのかなと思いますけどね。じゃあ、あなたはどんな独特を持ってますか、あなたはどんな唯一を持ってますかってことを問いかけていくということなのかなと。唯一の経験を持ってるとかね、珍しい人物像であるとか、代わりの効かない部分があるよとかね、どんな人も確かに代わりは効かないんですけども、人権という意味ではね、でも自分が選んでほしい人に自分が選ばれるかっていうところになると、それだけじゃね、やっぱ良くないですね。その人の唯一、唯が独尊になっていかないとね、それが営業の成功なんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。